色の濃い部分が、翼牢ケルン大聖堂ソデローは、通常翼牢と呼ばれ、キリスト教建築において、教会堂のうち、ロマネスク様式とゴシック様式で建築された十字型の建物の振動に対して直角に立てられた部分を指す。アプス、クワイア、シュベ、シサイ域、あるいは内人といった聖域と振動を区分けする位置にある。 欲浪が振動と交差する部分は欲浪にも振動にも属することになる。クロッシングの上部には先頭や中央等ドームが乗っている場合もある。通常、祭壇は境界道の東端に位置するので欲浪は南北方向に伸びることになる。南北の端の壁にはバラ窓などのステンドグラスや石のトレサリーで一面に装飾された窓が存在することも多い。 バシリカ、教会堂、大聖堂が浴朗なしで建築されることは滅多になかった。浴朗が切り詰められて礼拝室に組み込まれることもあった。より多く見られるのは浴朗が十字型を描いて建物の横に伸びる形である。このデザインはラテン十字と呼ばれ、拡張部は浴朗の腕となる。ギリシア十字の場合、四つの拡張部はすべて同じ長さとなり、 天礼のために重要な中心部分を形作ることになる。教会道がパーショア修道院のように片側の欲労しか持たない場合には通常歴史的災害、火事、戦争や財政支援などが例外的な形状になった理由として挙げられる。欧米大聖堂の場合、シュベ欲労だけが残っているが、これは1284年に高すぎるボールトが崩壊して以来、 大聖堂の振動が完成されることがなかったためで、ある。プラハのセービート大聖堂は、クワイアとヨクロ牢の南部分だけが建築され、残りの部分は19世紀の建築完成キャンペーンまで待たなければならなかった。ありがとうございます。